こんにちは、スプライトライダーです。今まで使ってたのがこの iPhone5 だったんですけど、もう3年ぐらい使ってだいぶ動きも遅くなって、もうボタンがね、ここの上のボタンが、電源ボタンが結構効かなくなって、あとこの横のプラスマイナスボタンがもうこっちはもう完全にいかれました。画面自体はね、あのガラス系のフィルムを貼っているので、まあ問題ないんですけど、だとカバーつけてたんで割と綺麗には使ってたんですけど、だいぶ調子悪くなったので、今見えているように、6S に変えました。ゴールド、ピン、ローズピン、ローズゴール、ローズゴールドに変えました。なんでちょっともう軽く、本当に軽い、まあ、レビューになるのかな。でまあこれから iPhone6S を使うわけなんですけど、まあ、あんまり僕も裸では使いたくないので、シュピゲンさんの、この TPU 素材の、クリアの、ソフトケースと、パワーサポートさんで出してるこのアンチグレアフィルムセットですね、これを貼って使おうかなと思います。5だとすごい握りやすくて、本当に調子悪くなければ買い替えるつもりなかったんですよ。充電の方もね、ここ接触悪くなっちゃって、充電する時としない時とかもなんか出るようになってきちゃったんで、ちょっとそろそろ致命傷があるんで、ちょっとさすがにまずいなと思ったんで、まあ結局買い替えになったんですけど、まあ中はこういう風になってますね。ちゃんとご丁寧に尻かけるまで入っててね、結構いい商品だと思いますよ。でまあこう TPU 素材なんで、すごいこういう風に柔らかいですね。で多分取り外しはすごい楽だと思います。でまあ値段はこっちのソフトケースが、こっちがね990円で、こっちのフィルムが、まあ、1273円、ちょっとフィルムの方がちょっと若干高いっていう感じです。このねパワーサポートのこのフィルムですね、まあ、あと言い忘れてたんですけど、これ2枚入りでした。はい、もう1枚入ってますね。2枚入りです。で、こっちで見てもらうと分かりづらいんですけど、切り込みが入ってるんですよね。この剥がすフィルムの方に。なんで、この真ん中を、この真ん中を最初に剥がしちゃうんですよね。真ん中だけ。で、位置を合わせて、で、真ん中がくっついてるんで、もうこれで仮止めができるっていうね、すごい、貼りやすいフィルムになってますね。はい、というわけで、フィルムと、このケースですね、こんな感じです。フィルムがね、やっぱちょっと見えないかな。フィルムがね、ここまでしかないんですよ。このフィルム剥がした時に、このなんだろう、綺麗なところと汚れてるところがこうちょっと分かる感じになっちゃうのかな、まあ、気にしすぎなのかな、まあ、丸みがあるんで、 iPhone6S に対してこうフィルムがいっぱいいっぱいこう腫れてる状態ではないです。で僕がおすすめするのがこのアンチグレアフィルムセットと、あとはシュピゲンで出しているこの本当に柔らかくて外しやすくていいんですよ、このシュピゲンの、このクリアの、ソフトケースですね。これを僕は、使っていこうかなと思います。 iPhone5 から iPhone6S に、買い替えましたというお知らせでした。はい、ということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーをよろしくお願いします。次回はこのこちら100機のレビューを軽くしていこうかなと思います。ではまた。